ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者を光り輝く高齢者にしようと、一緒になろうという講演家の宮崎文隆です。今日は2023年6月の18日日曜日です。今日は六助さんの大往生を行ってみたいと思います。これがですね、この前にですね、やったのが追憶の原稿が書けないのに、亡くなった直後に毎日新聞と朝日新聞に書いたものがある。最後に再録するというんで書いてあるんですが、追悼だな。今追悼の原稿が書けないのに書いてあるね。そして、この前が毎日新聞に掲載されたものをやりました。今日は朝日新聞に、掲載されたものを読んでみたいと思います。この秋、中村八大さんとブラジルの日本人学校へボランティアのピアノ演奏に行く予定が決まっていた。八大さんは青島青島の日本人学校出身、かつて有吉佐和子さんバタビア日本人学校出身とボランティアで子どもたちを励ましに行こうという話があり、八大さんは悪い体調の中でも海外を歩いていた。ジャカルタでは学校で倒れたこともあったほど、日本人学校の子どもたちは国際人の卵なのだからというのが八大さんの考えで、彼らを励ますことに熱心だった。国内でも八大さんは作曲家であると同時に常にピアニストだった。病院から舞台へ、舞台から病院へという演奏旅行が続いた。かつて最高のジャズコンポと言われたビッグフォアの華やかな舞台から離島の小学校刑務所に至るまでピアノを弾くことを厭わなかった。八丈島での八大院八丈 など語呂合わせも喜んでくれた。たくさんのヒットメロディーを持つ大作曲家なのに、最後まで現役のピアニストでいることを誇りにしていた。作詞家であることをやめて25年の僕は、専属の司会者兼歌手としてのお付き合いだったが、その八大さんに元気になって作曲してと作詞しているのが黒柳徹子さんだった。重症の糖尿病はピアノは弾けても作曲をする集中力に欠けてくるのか、元気になったらチャック黒柳さんの詩に曲をつけなきゃと闘病と戦っていたのに、ついに力尽きてしまった。同世代の泉拓さんの死も影響を与えたに違いない。弔電弔辞を省略した八大さんらしい告別式だった。世界のヒットソングになった上を向いて歩こうよりも100年早くオペラ帝や蝶々夫人の中で演奏された官軍マーチを主題にミュージカルを作ろうという仕事も消えてしまった。世界各地で最初に演奏された日本曲は軍艦マーチだから、そのことを作品にしておこうというのが僕たちの夢だった。僕たちを学生時代から応援してくれていた石井よし子さんから電報が届いた。 A さん、あなたは八大さんの友人だったことを誇りにして耐えてください。この電報がボロボロになりそうだった僕を支えてくれた。朝日新聞6月17日夕刊というのが大往生。 A さんが追悼の原稿を書けないのに、亡くなった直後に毎日新聞と朝日新聞に書いたものがある。再録、最後に再録するというんで、今日朝日新聞に夕刊に載ったものをお送りいたしました。いやー、大往生
チャンネル登録どういう大往生になるのかなってなことを考えながら前に進めていっております。よろしくお願いします。